ぱ学者って本で芝くだけ結構強かったよな。わら。は？事件屋はファイナルファンタジー5と6式にはおすすめ。次バハムート迷宮だな。ダブル。報酬少ねえな。闇からの生還者。ででん。いや、クリスタル。一番難しいから、不安にならなくて大丈夫だよ。いや別に、オーラムはね、難しかったっていうか、身が取れなかった。だから俺そこを乗り越えてるから多分大丈夫だよ。つか、身取れるようになってから普通にクリアしてよ。オーラムと灯台クリアできればタンクとしては初級卒業。マジで？いや、とにかく身が取れなかったな。横浜隼人満載最高だぜ、ファイナルファンタジー。横浜隼人最高だよ。野球負けちゃってな、残念だよな。来た。ビゾーブニル。俺のミトカイウパワーワード。ファイナルファンタジー14の評価上昇中ですか？いや別にあの評価下がってないよ。すごいなと思ってやってるよ。遠いな目的地。今日ちょっとあれ遊んだんだよ。ドアも14ベタ褒めだもんな。マウントは？でも新鮮だよね。いや今日さファミコンジャンプファミコンミニで赤竜王って言って本宮博さん原作のね新 ID 来るぞ。マジで本宮博さん原作のやってたらマジやばいよ。超理不尽だよ。なんか人質取られたんだよ。ね、女の子が人質に取られて、武器を捨てろみたいになって、選択肢で。武器を捨てろってなって、で、武器捨てるってやるじゃん。しょうがねえな。じゃあ武器捨てるか、つって。この武器捨てた後、なんか奇跡の。しながらもファイナルファンタジー14話題振られたらやたら楽しそうに話してるな、笑。武器捨てたんちゅう、なんだこれ。え？なんだこれ。グリーン。いや、武器捨てろっつって、武器捨てたら、切りつけられてゲームオーバーだ。ジョブクエやってスキル取りましょう。ズガーンって切り捨てられて、ジョブクエ。ダブル。ファミコン、マジ理不尽だなと思って。ダブル、わらわら。1989年。制作の赤竜王。いやあれ初見が一発でクリアするの無理だ。あれあとその暗黒神話なんかヤマトタケルみたいなゲームなんだけど、俺ちょっとね絵が気持ち悪すぎてちょっと無理だった。ほんと絵が気持ち悪すぎた。うわファミコンって覚えてないんだよね。うわ、ちょっとなんかもう受け付けねえっていう絵だった。結構晩年に出たソフトなんやな。結構その赤竜王と暗黒神話っていうの見たことないから。いや暗黒神話ちょっと俺マジで絵無理だったな。あれこれちょっとあれ火の粉溶けるやつ。あれどこ行くねん。ちょっと違うな。ここの目的地までの道も結構陸人だよ。違うな。こうか。合ってるっぽいな。こっちか。ダブル。ソームある。いやこれ大事。ここ大事。超えられるだろうな。これ登れんだろうな。ちょっと待って。これちょっと頼む。いやこれ外れ。まさか外れ。ちょ待て、まさか外れ。ちょ待て。
これ外れまさか。ちょっと待て、いやこれはいける。ちょ攻撃してくんな、攻撃してくんなこいつよ。ちょっと待て、こうで、ちょなんだよこいつ。あ、これ前になること多いね。これ外れか。これ外れなの。これ登っていける感じか。うわ俺こういうの超苦手なんだけど。塔まで戻れ。いやいけるいけるっぽい。いやまあいやちょっとマジか。いや今のちょっと正解っぽい。いけ！お前なんだよそれもう。わらわら。あこれ不正解。おじいちゃんなら2人乗りマウントで運んでもらえるかな。おっさんだから生きて。マジかよ。そもそもそっからじゃないんだよな。わら。ユーゴがピクサーは方向音痴だって言ってたよ。でもちょっとユーゴさんの話よくないですか。申請出しました。お願いします。あ、ぜひ。ナイス。やべえ、ちょっとフリーカンパニー入ってくれれば入ってくれるほど家早く買わないと。ナイス。ナイス加入申請。ナイスフリーカンパニー。お、俺がちょっと FF を真面目にやるんじゃねえかってなってきたらみんな入ってくれた。嬉しいな。ありがとうございます。ナイスブラザー。飛べよ。ダブル。しかもね、うちのフリーカンパニー、ちょっとキッズっぽいのがいないんだよ。すごいぞ。だいぶユーザー増加に貢献してるな。振り切れ、こう、こう、こうからの、はい。ああ許せねえ。上がれねえな。あれ、ちょっと待って、これ。え、根本的に間違になりました、ね、もしかして根本的に間違ってんのか。あれもしかして根本的に間違ってる。これ社長今ファイナルファンタジーセール中みたいですね。間違えてる言うとこ、ね、理不尽だよここは。おい 55% 右らしいよ。根本的に間違ってる。じゃあここだ、これ正解だ。いや景色いいなこれ。俺スーパーファミコンの FF5 とかでもさ、うおーグラフィックすげーって感動してたのに、そっから20〜30年でここまで進歩するとか思わねえよな。150万ぐらいだった気がする。ちょこれちょ、うわいいね、これ正解だろさすがに。騎士団との頃は結構意地悪だから遠回りさせるよ。いやでもなんかね、なんか道ねえな。大丈夫か。なんか道がねえな。大丈夫か。登山になってる。めちゃめちゃ登山だ。おいまさか行き止まりじゃねえよな。まさかまさか行き止まりじゃねえ。まさかな。おい、ま、おいおい、ちょ、ま、おい。まさかよ。え？え、これ、これ自殺しに来てんじゃん。え、なにこれ、自殺しに来てんじゃん。ええー、お前、そらねえって。景色眺めて下山しよかん。いや、わかった。いや、わかったわかった。これ多分落ちるんだな、これ。いい景色やな。景色見に来たんですよね。これ多分落ちるんだこれ。これね、これ落ちるんだこれ。わかるわかる。死ぬなよ死ぬなよ死ぬなよ。何かありそう。ちょ、これ不正解はちょっとやる気なくすな。ここ最初迷ったな。もう答えていい？ああ、もうちょ、なになになに。
る道。よっしゃ、いけねえ。ちょ、なんだよこれもう。ちょっと落ちよう。ちょ、なんだよこれ。ちょっとな、なにちょ、ほんとなに、ほんとなにこれ。まさか戻らされてる。ここ話聞いてないと間違えるよな。マジで。これ、不正解？お前、ふざけんなよ。塔の中から行くんだよ。ちょ、何それ。これ間違ってんの？さっきから言われてんじゃん。イライライララ。うわ、これイライラやべえな、これ。塔から行くと、塔から行けねえじゃん。ふざけんなよって話を聞いてない自分が悪いのだよ。なにこれ。一段下、一階下のフロア。塔の中から山の中に一橋がある。なにそれ。竜が教えてくれてる。そりゃねえよ。あー、もうイライラすんな。もう塔の2階ですね。あー、もうちょっとこう、服入ったら何かいいことある？なんもないよ。見てるこっちの方がイライラするんだが。わら、今階段あったやん。階段降りて。だからそっちじゃねえだろ。ここ3階、マウントしよう。方向音痴やばすぎ、わら。あ、死ぬ死ぬ。家を買う予定はありますか？家買う予定あるよ。ちょ、階段ねえな、ここ。あ、ドラゴンだからみんな飛ぶのか。ここ。ここね、あ、これが正解ね。超無事じゃん。これわかんねえな。うわ、ほんとだ。あっさり正解ルートだ。うわ、ほんとだ。うわ、俺、この上一生懸命行ってたんだ。アホじゃん。ここ一生懸命俺行ってたんだ。しょうもな。リアルが方向音痴だから仕方ないのだよ。今まで聞いてきた話で。あ、あんま話聞いてないもんだって。じゃ、この風味は、俺結構これも取ったよ。わらわら。このそろそろ終わりじゃねえの、この風味役の泉。何個取ったか見れる。メニューで取った数確認できる。システムメニュー分野手帳。心配するな。エリアが増えるごとに追加されるから。マップトラベル。
地域ごとに別だからね。へえ。セーブできる感じじゃないな。まさか ID じゃねえだろうな。まさか、おい、まさか ID じゃねえだろうな。今日やんねえかんな。今日そのまさかです。まさかな。あー、なんかもう ID だと思ったら歯が痛くなってきた。ダンジョンのマークあったよ。あー、もうなんか ID とか聞いたらなんか歯が痛い。ほんと歯痛が。ダブル。この ID 終わったらデュエリストたくさんドラグアニア運会やぞ。ここタンク楽しいよ。 ID 恐怖症。こちら広告ありがとうございます。この ID ちょっとしんどいかも。わら、うわー、ソーム R。 じゃこれラストだな。これな、ニボスギミックがかなり不親切よな。いけいけこいけ、いこかん。初 ID。 うわー、即射器。あー、もうこれ撃とうとするとこうやって消えるんだよ。ムカつくな。エンター押せ。キーボード覚えろ。エンター押せば出るだろ。笑い。エンターはダメなんだ。エンターでチャットランでるぞ。エンターそれダメなんだ。エンター押せば復活するぜ。エンテア押せばムービー中も書けるで。ここはムービー中は書かない。初見です。ダブル。初見です、よろしくお願いします。方向音痴気味です。挨拶マクロ作ればワンボタンで挨拶できると。いや、そういうのはよくない。最悪じゃないか。あなたビペ、わら、ディフェンダー。ダブル。もう一本雪になってるからな。さすがコーテわかってる。一服通り更新してるか。あんまりたくさんの敵を連れてこない。敵がまとまっている時はオーバーパワー。タンクはあまり余計に動かない。
コンボを冷静にしっかり。原初は入れる。バフもしっかり耐えていけ。コンボやばいな。あーな、この敵あれだな。あの、オーラ、オーなんとかで、ちょっとこれのでかいやつで苦戦したな。嫌な思い出だな。うわば。工事現場の指差し確認かな。よし、ここまですごい。ここまですごい順調。おばばー。竜毒草。とにかく敵死を取る。よし、ここまでいいぞ、ここまで。あれ、別にこのタンク心配だったけど大丈夫かもしれないって今思われてる。このちょっとおばば多めだけど、まあまあ許容範囲じゃないぐらいだな。ちょ、今日の目標、迷惑をかけない。よし、迷惑をかけない。おばぱ、さらにおばぱ。現象。カメラ、カメラ引く。今のとこ完璧だぞ。今んとこ悪くないよな。敵もそんなに変に持ってきてねえし、攻撃避けてるしな。あれ、成長しちゃってるか、ちょっと。あれ、昨日のオーラムでもう、辛い思いしすぎて、おとといか昨日か。成長しちゃったか？いや、こら、放送的には良くないね。来た来た。ラスコブニクフで、ここはできるタンクをアピールするためにまずトマホーク、トマホークからの現象。でかいやつ。いや、このちょっと、ここは冷静にいくぞ。このブルーの円なんなのこれ。いいよ。いや、いいぞいいぞ。よし、これは敵地コンボ、ボーラコンボ下がる。ボーラコンボ。エアプなんだけど、今の戦士ってクラッシュ入れれないの。青い床は味方が出してるダメージ以下。あ、味方のあれなんだ。ドラバニアホーネット。やばいだろ。こやばい噂を聞いて見に来ても、これタンク普通だろ。結局成長しちゃうんだ、こうやって。結局やらかすごとに成長しちゃう、サイヤ人。パワーアップだからね、これ。放送的にはそれでいいんですか。放送的なんで、わざと下手くそにやんないからな。それはまた俺が試練を迎える時まで見守ってもらうしかないね。これぐらいのレベルじゃ僕はもうびくともしないってことだね。見すぎると困るな。まあちょっと成長しちゃってるからね。もうレベル54だし。いや、ここで俺はジャンピングポーション使わなかったというね、ちゃんと試練を乗り越えて、あの辛かったエオルゼア編をしっかり一つ一つ乗り越えてきた。しかもこの短期間で、あ、ゲートだゲート。
いや、俺はちょっとその霊式はやんなくていいんじゃないか。俺はストーリーをクリアしたらエンディングでいいんじゃないか。鍵は漏れちゃいけないな。ちょっと漏れちゃいけないな。ダブル。敵上で飛んでるやつなんなの。ストーリークリアする頃にやりたくなるといいですね。ゼロ式は遠征ですよ。絶発性やっぱり戦士に落ち着くんですね。いや、クリスタルタワーをクリアしてきた俺にとってこんなもんなんでもないよ。よく考えたらこれクリスタルタワーより先なんだよな。いや、これよく考えたら最新コンテンツだから舐めちゃいけねえな。はい、こちら広告ありがとうございます。え、あいつ何ヒットアンドウェイなの。なんだあのドラゴン帰ってきやがった。あ、おパパ当たんなかった。オーバーグロウンディフィルギアに外した。あいつは8個目だけして放送途中アンチ。あ、そう。よし、行け。ちょっとおばば多いかも、笑。おばばちょっと多いな。宝箱取った方がいいな。こういうのもアイテムレベル上なのかな。よしよしよし。ちょ、今んとこいいね。ちょ、原書も入れるしいいね。まずはこのちょっとたまにこのね守備力もアップ。おお、飛んだ。ちょ、このドラゴン何なんだろう。よし、シュトルムでブレハもいいか。あ、なんだこいつ。コンボと視野狭いのが課題ですね。そこがね。これさん、生活ダンジョンですか。あれでも今あれだな、ちょっと普通だな。お、今日普通に、今日はちょっとあれだな、ちょっと波以下ぐらいだな。腕が問題児レベルじゃなくて、まあちょっと、まあ上手くはないけど、まあ蹴らないかなぐらいだな。昨日まではちょっとこいつ蹴りたいな。ちょっとこいつ蹴られても文句言えんぞだもんな。よし。蹴られたことあるの？蹴られたことない。クリタワーやってからが温まってますね。来てるね。こういうの取っていいのか、これ。コンボなし、ボーダーいます。24人のトップ経験したからな。まあちょっとね、まあ、責任を背負って戦ったからな。たら相当なもんだよ。やっぱ難しいとこ経験するとストカは向けるな。マイスマークのチャンプは温かい目で見てると。普通なので多分放送いきますね。すいませんね、今日普通ですいません、本当。だから僕もね、なるべく普通に行きたいんですよ、なるべくね。毎回、なんか毎回ふざけたことやってると、わざとやってんじゃねえかなって。わざとやってないんで。真剣にやって、たまに本当に辛い思いするんで。人の、狙って人の迷惑かけるとかね、狙って人の迷惑かけて放送盛り上げるとか、三流だと思うんですよね。いや、そういうの三流だと思うんですよ。一生懸命やってんのにどうなってんだって。そういうのをお届けするために真剣に毎回やる必要があるんじゃないかな。
最初はね、小池あんなにひどかったのに、もう最初は笑われてもね、最初は笑われてもなんかもう普通に僕がやってんので、もう最後は感動してもらいたいかなと。小池まあ面白くはなくなったけど、普通にタンクやってるじゃないかと。ブラッドマウンテン、ちょっと大丈夫か。たまにちゃんとこのね、ベジエンスも入れるようになってるじゃないかと。ランパード、バーサグだけじゃないじゃないかと。メイム入れた後ね、このシュトルムブレハも入れてるじゃないかと。シュトルムブレハをね、間違えた、よし行け。消さなくなっただけでもすげー進化してる。よっしゃー、あ、いいねいいね。あれ、ちょ、これまさか普通に場面を引きたいとこだけどな。まさかこれ普通にクリアしちゃうのか。グリードはみんなもらうけど、土日は先週みたいに直営とか行くんです。ちょっとね、土日はね、コントローラー別の人が逃げてない。基本忘れない、対角線上に取る、遠目はオバパー、ちゃんとパーティー、ちゃんと敵手を取って、ポンプちゃんと入れる、現象もやる。高子さん、調子いいですね。よしよしよし、いいぞ。で、こうゼロ距離射程のトマホーク、斎藤はじめばりの。あ、いいね。お、ちょっと見えてますね。さすが帰ってきて力尽きて、寝て起きてからの放送だとプレイが違いますね。冷静さが違いますね、冷静さが。プレ、おお、なんかすげえでかい音。いや、マウントアイバーン。あ、いいね。下がる。ビジェンス入れてからの現象。よし。エルゴドラゴン。小池こんな真面目なのに、なんでドラクエでは要注意人物なの？ラーブアナは倒したん？いや、ちょっと稼ぎすぎた。ラーブアナ倒したよ。ドラクエはちょっと稼ぎすぎた。ゲームバランス怖すぐらい稼ぎすぎて。いかんいかんいかん。あの、ちょっとあの、ダイス流行らせすぎた。ゴールド集めすぎて、ちょっと悪い遊びが流行らせすぎた。俺自身は至って真面目で。規約違反も1回しかしてないし。しかも規約違反2011年、2012年に1回しただけだからね。そっから6年間規約違反してないから。1回したんですね。ちょっとあの、MMO 初心者の時に、はぐれめて、なんか回線を抜くとね、おーい、音でか。いや、あの、なんか、いや、俺がやったんじゃないけど、なんかパーティーで、回線を抜き差しすると、はぐれメタルがまた出現するっていう、まあ、そのデュープ行為っていうの。お、はぐれメタルまた出たぞっつって。なんか回線抜いたり差したりすると、はぐれメタル何回も出るぞって。マジで？レバー上げ超楽じゃんっつって。で、バグレース剣バババババンって打ってて、おお、今日レベル上げ早く終わったわっつって、やったーつって、ついてるなーつって、そしたら1週間停止。え、ざけんなよっつって、向こうのバグなのになんでこっちが悪いんだよっつって、
大元が爆出してんのが悪いね、なんでこっちが悪いんだよつって、パーティー混ざってただけなのにやつって。当時はそんなレベルのもう情弱。詐欺とか暴言してないんでしょ。詐欺とか暴言してないよ。そっからで、むしろ俺なんて何悪いことしてねえのに悪いって疑われてね、いやほんと謝罪されてもいいぐらいだよ。あのすいません、いやフィクサーさんは悪いことしてないのに、その悪いことしたってみんなから叩かれて冤罪なのに本当すいませんって、まあ言うのと、俺がちょっとまあ生放送でね、まあいろいろ迷惑かけたりとか、ちょっと悪名とかね、まあいろいろこうあったの差し引いて、全部差し引いて、まあチャラじゃないから、まあ、全部差し引いて20億ゴールド税金を納めて、いらないドルボードもらって、まあそれで今チャラじゃねえかなって感じ。全部ひっくるめてチャラだから、なんとか生き残らせてもらってんのかなって。いや火のないところに煙は立たないって、その煙出してんの俺じゃないからね、お前らだから。俺は別に煙出してねえから、放送のリスナーとかネットの悪意あるやつがね、俺の周りであの木キルキルキルっつって火起こしてるだけであって、俺は煙出してないから。行け、仮面物なんだよ。よし来い。まあ燃えてるゴミだね。1ゴールド1円の時代もあったよね。いけ、燃え、まあ、燃えるゴミじゃなくて、もう燃えてる最中だから、まあ、それはそれで温度を発して焚き火ぐらいになるから、焚き火として皆さんの心を温める役目はしていると。ティオマン、いけ。これでこれが入れて、はい、あ、いいぞいいぞ。あれこれ普通に勝ちそうだな。ごめん、ごめん、これ普通、これ普通に勝ちそうだな。ロアさんはもともと俺より性格悪いから、俺より性格悪くていいこぶってるだけで、あいつ俺より性格悪いから、俺はそれはこれリアルで2年半付き合ってきようがあった、あいつの方が性格悪い。だって俺一応まともな女性が世の中の、ね、少なくても1人まともな高子さんという女性が、まあ、この人は、まあ、この人は結婚するのに問題ないと、まあ、いろいろマイナス面とかプラス面とかあるけど、まあ問題ないと、ね、判定されて証明してるわけだよ、一人の女性が。ロアさんはまだ一人も証明してないわけだよ、この人素敵な人だから付き合おうかなって。あ、来た。そうだろ、その時点でも俺とロアさんは俺の方がちょっとまともなんだよ。実在してればね。そういうこと。あ、来た。ごめん、普通に倒した。普通に。ちょ、これ正直何点、何点。正直、ちょっと喋りながらやってるのとか含めて何点これ。正直、正直。実在してないって。正直、正直。実在してなかった。それやばい。32。実在してねえよ、やべえ。32。ずる向けって。あのいきなり、あのいきなりコメントでずる向けさんって。132、無敵なのにずっと殴ってたぞ、味方がギミック処理してたけど。マジでそれはいかんですね。でもゲーム掛け持ちしないって約束破ったんですよね。今掛け持ちしてねえじゃん。ダブルテレレ、俺グリ、あ、グリードか。ウィングの下もで減点。おお。ハイドラクエ引退宣言来ました、まだ戦利品あるぞ、笑。はい、オッケーオッケーオッケー、頑張ったよ。いや一時だよ、気づけば。おお、え、おお、あ、またこれがあんのね。
一部。二つ、2、4、6分の2。おお、もう三分の一も済んだ。これまだ 2.0? それとも 2.1 入ってる？まだ 2.0 っぽいな。え、30、30ね、30。3.0 頭じゃ、笑、3.0。まだ頭か。まだ頭な。3.0 の3分の1ぐらい進んだでしょ。3.0 で全部集めるぞ。あ、そう。せっかく集めた光のクリスタルを竜の親玉に封印されたやん。このカイン渋いな。ドラクエフレンドランが大げさじゃなく過去最高に全開ログインから長い人だらけ。こちらとパッケージで新大陸冒険できるからな。礼砲ソームアルを通し、 55% 引きらしいよ。 FF14 冒険者たち、冒険者たち、彼らが目にしたのは雲海に浮かぶ美しい浮島の数々だった。お、浮遊大陸。かつて人と竜とが共に暮らしたという雲上の世界に、光の戦士たち一行は千年ぶりの来訪者として訪れた。3000円で1ヶ月、1日100円だからね。ソームアル。間に合わせたいなら今だな。ナイス。真面目に今だと思う。てててれてて。力入れ出したな、FF。ドラケンも頑張ってほしいな。さあみんなで初めてイージスサバのマーケットを活気づけよう。コラボ直前だからと、サマーセールだからね。意外な姿。いきなりステーキ換算したら安いよ。そうだな。明日いきなりステーキ行こう。まだカード4万円ぐらい入ってんだよ。最近実は行かなくなっちゃった。いきなりステーキあんま行かなくなっちゃったから、たまに行くとすげえ歓迎されるんだよな。最近どうしたんですかっつって、いや、あんだけ毎日喋ったら飽きるだろうと思いながら。カード4万円も入ってるから。肉なしさんお久しぶりです。ハンバーグがうまい。ダブルフィクサーさんと一緒に遊びたいのでベリアスに来てください。あごひげで待ってます。君が映ってくればいいんだよ。君がいきなりステーキ、ハンバーグも美味しいね。趣味の中では時間帯費用良すぎる趣味だよな。ネトケワイルドハンバーグ、いやそうだね、費用はいいね。社長バターコーヒーめっちゃ痩せるからおすすめだよ、ね、バターコーヒーね。あなた前も言ってましたよね、バターコーヒー。来た来たよ。ここここ結構来る？ここお気に入り登録しちゃおうかな。グリーダニエールポートじゃない。ソシャゲは別にして月額もこれ安い。ここどこなのこれ？うおぉ、ドラバニア雲海、もぐもぐホーム。あ、いいね。これ最後カードだな。ちょっと。最後カードやって今日終わりだな。カード対決しないと。アルフィノ、指定地点で見渡す。ちょ、カード、カード、あれカードいねえな。町じゃないのこれ。カードいないな。魔法の痕跡。
モーグリ族？魔法の痕跡。村というか巣だな。巣なんだ。エスティニアン。あのスカイウォードのさ、あの PV のあの竜騎士ってこのエスティニアンなの？めちゃめちゃ重要人物や、エスティニアン。今さら気づいたけど、アルフィノも、アルフィノもほぼ主人公じゃん、こいつ。モーグリ族。早くレベル70になりてえな、侍と。侍とタンク両方とも70だな。ディープダンジョンっての行くと60から70ぐらいまでレベル上げ早くできるらしいね。侍最近見てないから見たいな。ええ。今日みたいに ID スムーズにいったらダメだよな。もう引退だよな。普通にできるようになったら引退だな、タンクはな。普通にできなかったら修行で頑張んなきゃいけねえけど、なんも面白くねえもんな、普通にできたらな。グリダニア。通軸では中の下、そろそろおばば侍ですか？そろそろおばば侍だな。雪月花。なんでグリダニアに行くんだ。じゃあ今日は1時15分のゲートやって終わり。このラベンダーなんとかでいいかな、家買うの。ヒラは？じゃあほんとヒーラーとかやんないよ。あれ？どこだ？グリダニアのアルフィノ。ナイトプールがいいならウルダハ。ナイトプールあるのでウルダハがお金持ちっぽい。あ、そう。お金ないからな。そんな見栄張ってもな。プールが好きならウルダハ。カヌエ様。いや別にプール好きじゃない。プール好きだったらこんなに太ってない。もう毎年夏プール行くような人生を送ってたら、このフィギュブタとか呼ばれてない。海の景色がいいならリムサ。あ、そう。お、カヌエセンナ。この人カード結構強い。日本風がいいなら4、レイで行くとこ。あ、そう。え、日本いいじゃん。っていうのは？え、武家屋敷みたいなの買えんの？じゃ 4.0 のところで買おうかな。その頃お金あるかもしれないしな。お城あります。マジ？そうだよ。え、城あんの？それがいいんだけど。築城できる。マジで？築城とか熱。築城とか太閤立志殿しか思い浮かばねえ。太閤立志殿面白かったよね。ああいうシミュレーションゲーム好きなんだよな。城がねえぜ、わら。城がねえぞ、お前 LG。 面白くない。お前みたいつまんないダジャレとかいうやつが増えるとちょっと放送が錆びれるんで。14の定番客、わら。まあでも、まあ酔っ払ってたりちょっとな、ちょっとレギオールで言ったら許すわ。実際白金絶対言われてるんだよ。本当かよ。白金絶って言われてんの？ NG かわいそう、わら。 NG かわいそう、 NG はしないけど。白金絶って言われてんの誰だ、言い出したやつ。言ってない。
ちょっと俺、次の目標、ちょっとどうする？マジマジ。現実的な、現実的な俺の次の目標どこ？ちょっとマジな話。まあ、ストーリーをクリアする、カードを揃える。でもう一個、バトル的な俺の目標、次どこ？新しい曲。いや、イーフリートルがそんな面白くねえんだろ。バハムートの迷宮、バージョン2エリアの曲盤神クリア、極旋部やりましょう。いや、もうタイタン以外そんな盛り上がんねえんだろ。バハ行くしかねえな。バハムートはきついな。もぐもぐホームのエスティニアン。これはもういいや、今日ここでストーリー終わり。あとはまず1日1万。1日1万稼いだら、もう3ヶ月で取れるから、クラウド。バハは最高に盛り上がるよ。信じた泣きながらクリアしてた。4.0 の曲はそこそこ歯応えあるね。朝練無言でいいから流して。チェッ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 。あ、ほんと俺、侍で行くか、竜騎士で行くか。不要な報酬は、今日活動としては絶好かだな、わら。今日も1万いくぞ、1万。4。4からラインここだな。5、4、5、2。ワン、ツー、スリー！ワン、ツー、スリー！惜しい。ワン、ツー、スリーしか狙わないからね。6。6からの横。1。1。縦しかない。ああ、来た！はい。はい、2で1万。2で1万。2で1万。2、4、5分の1。2で1万。よく逃げたくらんだな。5、1、4。あー、渋いな。2、3で1万。6狙っていけ。損したぞ。トータルマイナスってなんだ。社長丸さんにもファイナルファンタジー14誘ってあげてよ。ちっちゃ丸助さんはもうあれでしょ、もうそれはドラクエでしょ。丸助さんはずっとドラクエ行ってほしいですよ。今度さ、これ金かけてやりてえやな、これ。これなんかちょっと生主とこれマジ金かけてこれやりてえよな、練習しよう。兄貴がってますよ。マルスケファイナルファンタジーに来たら大騒ぎだな。あー、もうちょっと待って。よし。こっちから稼げないんじゃない？これ1億ゲールとかかけてやったら結構。これ1億ゲルかけてやったら結構手震えるよな。1億ゲルっつって。いや、ちょ、これマジでこれ1等入ったら1億ゲルっつったら、ちょ、真剣にやる。1等入って1億。あ、ダメだ。マルスケがファイナルファンタジーに来ても馬取りには勝て打ちの道。1億、あ、1、やばい。うわ、1億かすった。1億ゲル、あ、かすった。おい、これ一回1億かけたら泣きそうになるんだから。これ1億、これで1億。勝負みたいな緊張感あるよね。でも結構これむずいよな。あ、本当はこれ一発ちょっと10万で勝負してほしいな、これ。一歩これいけるな。あー、ちょっと待って、ちょっと甘いな。ちょっと甘いな。ゆっくりなのに甘いの。これいける。はい、お、いいね。結構難しいんだよな。はい、あ、いいね。あ、いいね、いいね。あ、いいね。あ、いいね、いいね。あ、いいね。あ、4等。30しかない。え、30しかない。やばい、プロ、やばい。プロフェッショナルの領域来た。あー、もうちょっと油断していいか。
プロフェッショナル領域来てるよ、プロフェッショナル領域。あ、もうちょっと油断してる、油断してる。デートだよ。一等に時間かけすぎ、楽しそうで何より。よしよしよし、これみたいにバイプッシュできればいいのにね。はい、オッケーオッケー、よし、ゲートゲート、これやって終わり。ちょ、ゲートゲート、これ一発クリアしたら1億ゴールド。一発クリアしたら1億ギル。一発クリアしたら1億ギルのつもりでやる。一発クリア1億ギル。一発クリアしたら1億ギル選手権。慎重に。あ、1億ギル、1億ギル、1億ギル。危ない、1億ギル。あ、1億、1億。一発クリアで1億。1億。1億かかってるよ、警戒に飛ぶ。1億かかってるよ、ライン際。はい、1億。1億かかってるけど楽勝。1億かかってるけど落ちる。1億チャンス。これで1億か、つらいな。まだ1億は早いな。でもよく考えたら俺は1億ゴールド貼る。誰かと FF で対戦して、俺は1億ゴールド貼る。そいつが1億ギル貼る。成り立つんじゃねえか、それは。ギャンブルだったらいいんじゃないの？交換はダメだけど、ギャンブルだったらいいんじゃないの？カードゲームして、俺が負けたらドラクエで1億 G 払う。俺が勝ったら1億ギルもらう。これはいいんじゃねえのか？1億ギル持ってる人っているんかね。相場わかんねえけど、ギャンブルだったらいいんじゃねえか。売買でもねえし、トレードでもねえし、それありな気がするな。あんまりいないやろ。お、1億かかってるつもりでいけ。1億かかってるつもりでいくわ。ファイナルファンタジーのギル稼ぎにくし10倍は勝ちあるかも。わら、ファイナルファンタジーのギルはドラゴンクエストより勝ちないよ。勝ちないの？勝ち。いや、俺全然勝ちあんのよ。楽勝。ナイスー、てってれー。ということで皆様、今日はこちらで終了させていただきますがね、チームのチームとかフレンドはいいですね。こっそり。あっちの100万、ギルはあっちの1000万、ゴールドくらいだっけ？マジで？ 10 倍？ 10 倍でも欲しい。デート新しいの増えるから楽しみだね。あ、本当ですか？いや、今日もやっぱ FF ちょっと面白いな。ハンプルサイトのレートで比べよう。それでは皆様、今日はこちらで終わりにさせていただきますが、よ、昨日より早く、昨日の終わり予定時間ぐらいで終われるわ。明日も放送できると思います。それでは皆様、今日もお付き合い遅くまでありがとうございました。ね。クリスタルタワー、よかったな。お疲れ様でした。次はそのあれやるか、次はちょっと事件、ま、事件屋やるか、事件屋。おやすみなさい。皆さん、良い夏休みをありがとうございました。失礼します。おやすみなさい。ありがとうございました。はい、ここが今、僕が夢を見上げる場所。その夢から、僕の場所は見えるはず。過ぎたよ。どうしてもこれだけはあってこと。わがままなだけだった。だけ